シーモでございます。東海サミット、すいませんね、ちょっとね自分家でやってるんで、見ながらちょっとやってるんで、東海サミットの動画撮ってますが、はい。今日はね、あのパークステージのことについてちょっと語っていきたいなと思います。パークステージのアーティストが発表になってます。大脇愛、空海 V10、クリーム、クリスタルボーイ、ブレイド、マジカルパレードビーチ、メガホン、レオリン、アネネブレイン、ロイヤルサロン、U4U、ご出演ありがとうございます。ぶっちゃけたことを言いますと、ギャラなんてございませんね。気持ちだけで出てくれてます、ありがとう。いや嬉しいね。これ出てくれるアーティストは俺もう帳面にバッチリつけてますから、もうね、もうポイントアップですよ。はい、何らかの形で絶対このご恩はお返しします。はい。そもそもね、パークステージ何なんだというね、ことなんですけど、まあ、パークステージっていうのは、ね、東海サミットのね、入場するお客さんのね、まあ、列とかできてて、そこの盛り上げだったりとか、あの物販エリアとかね、なんかお祭りみたいになってるじゃないですか、ああいうワクワクね、あそこをちょっと賑やかすあのステージじゃないんですけど、なんか すんげえねイメージ、ちょっとなんかザクッとしたイメージなんですけど、東京ディズニーランドのね、あのイクスペアリーとかあるじゃないですか、あそこにもなんかそういうね、ちょっとラジオ のブースとかちょっとしたね、ああいう歌ったりするのあるじゃないですか、なんかああいうのも楽しいなと思って、うん、まあそういう気持ちであったりとか、あとはね、もう東海サミット大きくなるに従って、もうお偉いさんたちとかいろいろ絡んでくると、なかなかね、みんなでこう決めていくに従ってね、ね、もう東海地区の若手が東海サミットなのに出れないのはどういうことなんだっていうね、うん、まあそういう中では、まあそういう若手たちがこうね出れるようなステージで、さらにはあのメインアクト、東海サミットのメインアクトにね、なんかそこから成り上がっていくのとかもね、いいじゃないか、かっこいいじゃないかと思ってね、まあ作らせていただきましたよ。はい。まあ、決して環境のいいステージではないんですけど、ね、本当にできるアーティストっていうのはここでね、やっぱりね、お客さんを集めると思うんですよね。で、いいライブしてればやっぱ響きますし、うん。で、こっからやっぱこうね、なんか成り上がっていくのもかっこいいんじゃないかなと思って、うん。で、思うわけです。はい。ちなみにパークステージっていうのはね、入場券を買わなくても、見れます。はい。だからね、長島スパーランドに本当にちょっとね、遊びに来たお客さんも、何やってんだろうなと思って見ることもできるので、ね、まあ、そういうのもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい。なんかね、パークステージってやっぱそういう環境なので、例えばメインアクトとかにね、まあ、メインアクトというか、まあ、そういうところに出てたアーティストとかでも、まあ、ちょっとパークステージだったらちょっといいですっていう人もいるんですよ。まあそうやって巡り合わせだったりするじゃないですか。まあ前はお誘いしたんだけど、今年は誘えなかった、だけどまあなんかパークステージとか出てくれないって言ってね、僕らも誘ったこともあるし、もちろんね、自ら出たいっていう人もいますよ。かっこいいアーティストも、俺らもステージどこでもいいんでってね、うん、そういうハングリーなやつもいるし、で僕自身もね、自分が若手だったら絶対もうガッツガッツ出るよ、もうそのチャンスものにしたいからね。だから僕は今の東海地区のちょっと若手っていうのは若干こういうちょっとねチャンスに飢えてんじゃないかな、なんかなんだろうな、 もっとハングリーになんだろうな、ガツガツいった方がいいと思う。俺たちが若い頃はもうそういうね、もっとガツガツしてたんで、一つ一つのチャンスね、何でもいいからもう食らいついてものにしてったとしていったと思うんですよ、うん。なのでもうなんかね、もっともっとガツガツしていてほしいなと思います。はい。ね。まあだからそういう、なんだろうな、うん。まあ、もうパークだったらいいやっていう人も実際いたりしましたけど、まあ俺はもうね、なんかこういうのってね、うん、チャンスものにしていってほしいなとは思います。だからそういう意味では、今年も出てくれてる、毎年出てくれてるようなアーティストにはもう感謝の言葉しかございません。かっこいいなと、めちゃめちゃかっこいいなと思うしね、うん、なんか売れてるとかビッグなアーティストとかそういうのはありますけど、まあ、それはもうハートではもう関係ないなと思ってるので、ね、そういうハングリーな精神があって頑張ってるやつっていうのは、まあ、いつか花開いてほしいって僕心から思ってるし、きっとそうなるだろうなって、うん、なんか
アーティストってなんかこう成長していくに従ってやっぱね、どこかでやっぱ壁にぶち当たってやっぱハートが問われる時があるので、そういうちょっとね、ハングリー精神だったりとか気持ちのあるアーティストっていうのは壁に当たった時にこうその壁を軽々とやっぱりね、その持ち前のね気持ちでクリアしてってくれると思うので、はい、まあ、あのパークステージってそんな場所です。今年もねもう面白いから、パークステージ出てるアーティストいろいろなんかやってくれるから、もうぜひねお客さんは時間ちょっと早めに来てこのパークステージで、チェックしてほしいな。パークステージ何時からだっけ、11時から予定してるって早いな、ね、でもいいじゃないですか。僕もフェスとか出ててトップバッターって時ありますよ。そういう時午前中から歌ってる時とかありますよ。もう午前中のライブとか全く声出てないんだけど、まあ、パークステージね、もしかしたらクリスタルボーイとかロイヤルサルーンは午前中で仕上がってない可能性もありますけど、そこはまたベテランの愛嬌ということでね、はい、あとねブレイドとかね俺楽しみだね。ちょっとどんなパフォーマンスしてくれるかね、はい、まあという感じなんで、やっぱパークステージも皆さんぜひともチェックしてほしいなと思います。僕たちの気持ちのこもったステージです。はい、今日も語りすぎてしまいました。適当に端折って使ってください。シーモでした。